ルフトハンザエアポートエクスプレスは、ドイツのフランクフルト空港とデュッセルドルフ、シュトットガルトを結んでいた列車である。ルフトハンザドイツ航空の航空便扱いで1982年から1993年まで運航されていた。103型機関車ルフトハンザドイツ航空のハブ空港として機能するフランクフルト空港とデュッセルドルフ空港の両空港間の距離は、 約 200km と飛行機では短距離であり、旅客数の割に採算が取りにくい状況にあった。これを解決するため、ルフトハンザがドイツ連邦鉄道の列車を貸し切り、発着容量が限界にあったフランクフルト空港からの短距離航空便を代替することとなった。この画期的な試みは世界の航空業界や鉄道業界で話題となり、 鉄道と航空の連携のモデルケースとして注目を集めた。1982年、フランクフルト空港駅デュッセルドルフ中央駅間で403型電車を使用した、ルフトハンザエアポートエクスプレスの運行を開始した。1日4号往復が設定され、途中ボンやケルンにも停車し、両都市間を約2時間半で結んだ。翌年にはデュッセルドルフ国際空港まで、 運転区間が延長されている。この列車は、ラインガー左岸線を経由するため、風光明媚なラインガー西岸の古城風景や、ローレライなど、航空便にはない眺望を楽しめることとなった。列車の運転は、DB の乗務員が担当するが、車内の接客サービスは、ルフトハンザの客室乗務員による航空便と同等のサービスが提供された。列車には、 航空便名を付与すると同時に列車種別は全車一等車の T として扱われた。一般の列車の時刻表には掲載されず、乗車の際にはルフトハンザの航空便として航空券を取得する必要があり、通常の鉄道の乗車券では利用できない。1990年にはフランクフルト・シュトットガルト間でも運行を開始し、この系統では 機関車牽引の客車列車による運行となった。利用は好調であったが、403型電車の老朽化などを理由2993年をもって運転を終了した。廃止後も、ルフトハンザ航空はフランクフルト・シュトットガルト間のアイスの列車の一部座席でエレイルサービスを行っている。デュッセルドルフ方面では、 インターシティ用の電車として登場したが1979年により、団体用のみで用いていた403型を用いた。1990年運行開始のシュトゥットガルト方面では、機関車牽引の客車列車となり、牽引機は当初は111型を使用、翌1991年に高速新線経由となり103型に置き換わっている。塗装はいずれも、 ルフトハンザのイメージカラーである黄色が塗られた。ありがとうございます。